なんで漫才の入りなんだよ。こんにちは。あんまそっから座ってるやつ見たことないけどね。こんにちはもね。いやー、なんですか。たまにはやっぱ大和さんの魅力っつったらやっぱりトーク力っていうことで、ちょっとせっかくなんで、はい、なんかしゃべりましょうよ、ちょろっと。いいです、いいです、いいです。何を喋ったでしょうか。近況報告。近況報告ですか。うん、近況報告ね、なんかあったかな。なんかあったんだよな。これ言いたいことあったんだよ。お、忘れちゃったな。やばいな。世の、それは僕に言いたいこと、それとも世の中の人々に言いたいこと。これ使われないな、きっと。いいかな。まあ後に考え。使われないけど。もう後に考えよう。いや、これ敵増やすな。大丈夫。いや、もう敵しかいねえよ、もう。いいか。敵はいっぱい増えた方が、味方になりやすいからね。死神のさ、映画がさ、ブリーチね。あ、言っちゃってんだ、お前。まあ、言っちゃってんだ、お前。始まるじゃない。始まる。なんか、それをね、なんか、あれ、ポンかな、ポン番組、うん、情報番組。あ、わかんない、見てないよ。ポンかな、ポンかなんかでやってて、なんか、その時に、その、福士君にね、インタビューされてて、どういう流れかわかんないんだけど、なんかその学生時代にしてたいたずらとかなんかありますかみたいな、ねっていう、はい、振りがあって、はい、ね、はい、でそれがクイズになってたのよ、はい、でスタジオの人多分確か答えられなかったのかな。でじゃあ正解どうぞって言って、はい、で正解は、はい、その他のクラスの、全てのクラスの日直のところに、福士蒼汰っていう名前を書いて、僕の名前を、みんなに知ってもらうためにそういういたずらをしてましたっていうのを言ってて、で、まあ、そのもう一人共演者の人、はい、役者さん若い、はい、一緒に出てたんだけど、はい、いや何ちゅういたずらしてんねんっていうか、クソつまらんなって普通言うでしょ。あ、ね、あ、言うよ。なのに、なんかこう擁護するようなその行為を、うん、おう、なんか青春だよねみたいな、おう、そういう、なんか、なんでしょう、太鼓持ちなのかな、分かんないけど、っていうのをしてて、おう、僕はもう本当ね、うなだれました。おー、でね、テレビの前で、おう、まあね、この話は使えないんでしょうけどね。あ、僕は一切そんなこと思いません。僕は一切そんなこと思ってないです。びっくりしたもん。はー、これを地上波で流せるんだって。はあ、そしたらこっちを使えと。いや俺を使え、起用しろと。いやー、だってさすがにファンもえって思わん。ファンはそれがいいのよ。ファンはもう何でもいいの。喋りゃいいんだから。すごい。大場ファンだってそういうファンいないの。大場ファン、うん、いや、まだ大場ファンっていう、あのものが立ち上がってないから。まだ立ち上がってない。まだ旗揚げされてないよ、まだ。全然。オーバーファン。せっかくクラウドファンディングやってるかもしれないけど、全然ゼロだから。あらー。おかしいなことで。え、クラウドファンディングをやってんの？気持ち的にね。心のクラウドファンディングやってるんだけど。支援者ゼロのまま、経過してる。おかしなことに。あらららら。なんだろうね。やっぱ嫌われてんな。なんだろうね。我々嫌われてる。でもこのフリートークもね、うん、いや僕もね、嫌われるために喋ってるわけじゃないですよ。すごい、見るも見ざんな結果になるですよ。そうですね、やらなきゃよかったなっていうぐらいの。そうだね、うん、しかもこれもまだ回ってんだよね。これも回ってる、うん、これはもう止めた方がいいよ。おそらくそれは、うん、じゃあたまにはさ、緊急報告ね、うん、なんか、もっと言いたいことあったんだよ。だってあなたはさ、メディアとかそういうのに出ないからさ、なかなかこういう。じゃあ出させてくんないから。みんなはさ、世の中、みんなはさ、あいつどうしてんだって気になってる人いるんじゃないかなと思って。え？気使ってる。ありがとう。ありがとう。相方ラジオとかやってるでしょ。相方とかラジオ。あと僕ね、川原智美さんと同じで、SNS 苦手なんですよ。ああ、時代に乗り遅れてるタイプですね。ヤフォーイっていうか、ヤフォーイっていう感じなんですよね。なあ、どうも苦手なんですよね、なんか。まあね。じゃあ、だってさ、
まあいいや。インスタグラマー。いいよ、言っちゃえ、言っちゃえよ。言っちゃえ、言っちゃえよ。したらね、誰が君のご飯に興味あんだと。おっていうふうに思っちゃうのよ。その前に君のコンビ名は、え、晩ご飯だぜ。うるせえな。そういうことやで。うるせえな、もう。しょうがねえよ、もう。相方が決めたんだからよ。もう、それが条件でコンビ組むってなったんだから、もう、しょうがないよ、お前の晩ご飯に興味湧くだっていうことになっちゃいますよ。まあね、確かに。晩ご飯に謝ってください、今。ああ、すみませんでした。誰がこのフリートークを求めてるか分かりませんけど、まあ、誰もね、見ないでしょうけどね。じゃあ、あのね、気づいたの。何ですか？僕の反省点。はあ。まあ、これはね、僕が勝手に面白いからやってるだけで、この今のフリートークはね、うん、世の中のね、今の人たちって、うん、こう、みんなが見たいやつをちゃんと作らないとダメだという傾向ですし、うん、まあ、もちろんそうですけど、うん、僕はそれが下手みたいだ。僕はそれがどうやら下手みたいだ。待てよ。みんなに寄せていくのが下手くそなんだ。これはいかって反省してる。でもでもいや、でもあれでしょ、結局死んでから評価されるんだよね。あ、結局こういう人って、あ、後の評価。そう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 。じゃあ俺自分の日の当たるところを見れないのか。シャーミーちゃんって早すぎたんだなっていう。まあ、早すぎたか、早すぎた人なんだろうな。早すぎたか、シャミちゃんとおばちゃんはちょっと早すぎたんだよねっていう。ちょっとやっちゃってんね。うん、ね、まあその夜中に迎合する、寄り添うっていうのがね、うん、苦手なんだよね。苦手なんだね、やっぱり。だからそういうと、ね、やっぱ社会性がないと。まあそうなんですよ。協調性がないし。そうなのよ。困ったもんで。割とマット方面で勝負したいなと思っても、本当そうです。なかなか、うん、本当そうです、本当です。ね、うん、これ悔しいかな。悔しいかなね。本当そうですよ、うん、かまあ真っ当な方をやってても、ただ単純につまらないパターンだったらごめんなさいですけど。まあそれはもうごめんなさいですけど。うーん、まあそうだね。ね、今もう結局そういう系ですから。そうなんだけどね。あ、まあ難しいね。難しい。やりたいことで生きていくのは割に、そうそうね、割に合わないね。難しい、非常に。やっぱそういうパターンじゃないパターンで、やっぱ我々はちゃんとこう攻めていきたいなと。そうだね、なんかこういうのを見て、うん、あ、自分のやり方が正しかったじゃないけど、うん、こういうやり方でも安心しますっていう人が一人でもいればね。そうね、でも勇気づけられるかもしれないじゃないですか。そういう人が多分スーパーニート YouTuber でしょうね。お金にならない YouTube を一生懸命やって頑張ってる人たち、そういう人たちもいますから。まあ、そうなんだ。あ、そういう人たちは一刻も早く職を探した方がいいと。そうだね、うん、まあじゃあもう、じゃあ TikTok 始めますか。あれはやっぱりおじさんたちにはね、あれあれやるしかない。あれはね、あれやるしかない。おじさんたちはね、あれ難しいんだよ。あれ100万再生すぐ行くんじゃないの。いやいやいや、あれって思ってる、浅はかなやつはそう思うの。あれで父揺らしてれば行くんじゃないの。俺もお稲荷さん振らしたとこだな。お稲荷さんすぐ通報されてよしですよ。そうだね、そうだね、いけませんよ。でお稲荷さんに、あの本物のお稲荷さんの袋をかぶせればギリセーフなのかもしれないけど。そうだね、やってるやつまだいないでしょ。確かにそれはいない。お稲荷さんにお稲荷さんかぶせて、それはいない。うんうん、それいいかもしれない。そうでしょ、うん、お稲荷さんだもん、それはいいね、うん、終われってことかな。あ、そうだよ、それいいかもしれない、うん、だそういうね、まあ、下に走る人たちもいますけど、うん、我々そういうことでもないですから。どうもね、うん、体張る風土が、うん、なんだろうね、これ不思議なもんで。やっぱり、ね、僕はやっぱ大場さんの魅力っつうのはやっぱトーク力だと思ってますから。あ、そうですか、 ありがとうございます、そう言っていただけると。そう、やっぱり喋って毒吐いて、うん、嫌われて、うん、不倫してできればね、最後は、最後はテーマですからね。テーマ、あくまでも今回の企画の。いや、まあでもね、せっかくフリートークをこうやって珍しく撮ってますから、なんかね、喋りたいことがあったんだけど。おお、そっちも、うん、あったんだけど、やっぱり、忘れる、うん。はい、出た、デクノボ。忘れるレベルですね。
大場ひろしっつうのをね、うん、ちょっと認識してもらいたいんだよね。なんだろうね、認識はされてると思うんだけどね。認識はされてるんだけど、なんかね、応援しようって思われない、ね、応援しようと思われないんだよね。うん、なんだろうね、うん、性格悪いから、ね、性格悪いから出てますかね。出てる、出てます、出てる、性格の悪さ、うん、出てる。なんかね、そう、私飲食店で働いてるんですけど、うんうんうん、すごいね、うん、なんだろうね、男の人の当たり強いんだよね。なんかわかんないんだけど、オーダー取り行ったりさ、はあはあ、料理提供してもさ、はあ、なんか、おい、みたいな。なんか、お待ち遠さまです、みたいな感じで持ってっても、はあ、おい、嫌われてんの、生ですって言っても、はあ、嫌われてんの、他の女の方が持ってくと、はあ、ありがとうとか、はあ、全然俺持ってっても、はあ、あ、嫌われてんだ、はあ、あー、やった、な、やったじゃん。みんな認める嫌われもんか、なんだろうね、あったわ、なんだろう。